福岡県知事職務代理者を務めております副知事の服部でございます。本日は小川知事の病状並びに今後の対応についてご報告をさせていただきます。皆様ご承知の通り、小川知事は1月20日に九州大学病院に入院をいたしました。さまざまな検査を行い、現在も入院の上治療を受けているところでございます。このため本日は小川知事からお伺いいたしましたことを私からお伝えいたします。まず小川知事の病状でございますが、知事は原発性の肺腺がんと診断され、現在胸水がたまるなどの症状が出ているとのことでございます。公務復帰を目指し治療を受けてまいったわけでございますが、極めて残念だが、予定していた2月12日の公務復帰は断念せざるを得ないと判断をしている。このため知事職務代理の期間を3月31日まで延長することとしたい。今後はしっかり治療を受け、一日も早く公務に復帰できるよう頑張っていくとのことでありました。まもなく本県では来年度の予算がなどが審議されます重要な2月定例県議会が始まります。また現在本県には新型コロナの緊急事態宣言が出されており、大変厳しい局面にあると認識をいたしております。これから新型コロナウイルス感染症の拡大防止はもとより、大きな打撃を受けております地域の経済雇用への対策支援策等をはじめ、各種の施策をですね、迅速的確に実施していかなければなりません。このため我々は県議会の皆様のご理解とお力添えをいただきながら、知事が不在の間も県政の停滞を招くことがないよう、職員と力を合わせて全力で取り組んでまいります。県民の皆様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。私からのご報告は以上でございます。もともと予定していた復帰が中倒しになったことで、特に次の議会新年度予算やですね、などを提案する予定になっていらっしゃると思いますけど、もともと予定していたものが今回のことでまた健康になるようなこととか、支障になるような部分とか、またその辺の議会との調整というのは現段階でどういうふうになっていらっしゃるんですか。もちろんこれから県議会の皆様とはいろいろなご相談をさせていただき、先ほど申し上げましたように本当にご理解とご協力を賜らなければいけないと思っております。その上で今お尋ねの点でございますが、まず2月定例県議会に対しましては、私が職務代理者として各種の議案を提案をさせていただくこととなります。先ほど申しましたようにですね、今非常にコロナの関係でも厳しい状況にもございます。また県政の各種の課題に対して、的確な施策を打っていく必要があるということでございます。このため私は職務代理者でございますが、2月の補正予算、来年度の当初予算につきましては、これからの2月議会に対し本予算として提出をさせていただき、ご審議を賜りたいと考えております。その上で、何か変更があるかということでございましたが、今回3月末をもちまして
特別職でございます、副知事1名、それから教育長が任期を迎えることがございます、になります。この選任議案につきましては、地方自治法の解釈から、職務代理者が行うことは、提出することは不適当であるということがございますので、この人事案件については、提案を見送らせていただきたいというふうに考えております。以上ということになります。先ほどその病気のことが出たんですけど、病気はステージいくつかというのは聞かれてます。やはりですね、この医学上のことでございますので、先ほど申し上げましたような病状がステージいくつかにあたるかということについては、私どもは承知いたしておりません。職務に復帰の果たしされているということは、身体に関する限定とかが特にあるわけではないということか、復帰ということですね、早期復帰を目指されているということですね。はい。関西方眼の方が出られてらっしゃったと思うんですけど、はい、今回の肺の眼というのは転移したというような理解になるんでしょうか。その辺は特にお医者さんの、先ほど申しましたように原発性の肺腺癌というふうにお聞きしておりますので、転移ではないのではないかというふうに思います。歯医者さんご質問を。読売新聞の高田ですけれども、はい、今の病状なんですけど、COPD だというふうに前は聞いてもらったと思うんですが、この原発性肺腺癌との関係はどういう形になるんですか。1月27日に私、記者会見において、今お話ございましたように、慢性閉塞性肺疾患 COPD の急性増悪というご説明を申し上げました。その段階で私どもは知事からそのようなご説明を受けておりました。今お尋ねの医学上の問題を含めて詳しい経緯などの詳細については後日小川知事から直接ご説明があるものと考えております。もう一つ、知事のですね、人事案件提案を見送りたいということなんですが、それはその今の任期が切れたことがどういうことか。影響ですか。はい。そういうことになりますと、副知事1名につきましては欠員ということになります。それから教育長につきまして、3月31日までの任期でございますが、これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第13条の規定に基づきまして、あらかじめ指名する教育委員会の委員の方がその職務を行うということになっておりまして、教育委員会の方でその順位は定められていると思いますので、その方が教育長の任にまず当面当たられるということになると思います。その関連で知事の江口さんは31日までですかね、任期は。はい。で、失礼しました、4月1日まででございます。木戸教育長は3月31日まででございます。江口副知事は4月1日まででございます。今回その、3月31日までに結局人事案件も小川さんが知事が復帰されないと難しいと思うんですけど、はい、仮にその仮と言いますけど、副知事が2人体制になって、特にこのコロナ禍でですね、決算とかに対する影響とかもあるんじゃないかと思うんですけど、その点が決算ですか。決済でした。それはですね、今ご心配いただきましたように、やはり業務大変だろうかと思いますけど、私ども力を合わせて乗り切っていきたいと思います。次の同調なんですけど、はい、回復傾向にあってまだという話なのか、それともより厳しい状況になっていっているのか、県民もそこはすごく心配していると思うんですが、状況を聞かせていただけませんか。知事からはですね、しっかり九州大学病院で治療をしていただいていると、そして自分も
先ほど申しましたが、一日も早い職務の復帰、公務の復帰に向けて頑張っているということでございます。はい、関連して知事 の今回 のがん のがんに関してなんですけど、今後どのような治療を受ける、もしくはこれまでのがんに対して、例えば手術とか、何かそういうような話とか。手術をされたということは伺っておりません。ですから薬剤お薬による治療というふうに思いますが、まあ、医学上の問題については私ども詳しく分かりませんので、また知事の方から今後の説明があろうかと思います。はい、病状とかという話は知事から直接伺ったというわけではなく、直接会話されたんです。はい、直接お伺いしました。今日も知事とはお話ししましたけれども、最初に、この状況をお伺いしたのは一昨日でございます。知事とですね、はい、一度知事から会いたいということでございましたので、お伺いしてお話をお伺いしました。今日お話をされたというのも面会して、これは電話でお話をしました。原発性 の肺腺がんというのはどういう病気だっていうようなことは知事から説明はありましたか。いや、そういうもう詳しいことは特にはお伺いしておりません。あと直接会われた時の知事の様子としてこう皆さん感じられた部分何かありますか。そうだとかちょっと行き終わってるとか。いや、非常に気力充実されてしっかりとしたお話をさせていただきました。KBC です。はい、入院というのは一応、来月末とかいうところなんです。今の段階でですね、入院がいつまでという見込みは明確ではないというふうにお伺いしております。はい、そういうことでございます。はい、2ヶ月余りにわたって職務大臣さんが動くことになると思うんですけど、これだけ長期間にわたってこう職務大臣期間が続くというのは、今までこうだけでも今までの福岡県でどうかというと、ちょっと正確には私存じ上げませんけれども、近年ではないと思います。はい、これまでおっしゃった病状というのは、ホスピタルが知事から直接聞いたもので、病院側の主治医の方からの説明とかではなくて、知事から聞いた。はい、知事からお伺いしたことです。県としては病院側から説明を受けたということはないんですか。知事からのご説明を受けております。はい、これまで知事は12月と1月2度入院されていると思うんですけれども、はい、検査の診断を受けたタイミングというのは1月の今回の入院でそういう診断を受けたということになりますか。今回入院してさらにですね、検査を受けられたということはお伺いしております。ただその肺腺がんがいつということは明確にはお伺いしておりませんので、また今後知事からその先経緯等も含めてご説明があろうかと思っております。職務代理期間が3月31日ということは、はい、仮に3月31日までですね、職務代理を務められるということになると、次の議会も日程としては、終わった後になると思うんですけど、2月定例県議会です。はい、その場合は議会が終わった後に復帰されるような可能性とかもあるんでしょうか。今の期間設定であれば、今おっしゃったように議会が終わった後の復帰ということもあるということになります。ただ知事としては一日も早く復帰したいということでございます。先ほど服部さんが直接知事と面会されたときに、気力充実されたということでしたけど、前の会見の時におっしゃったその咳込んでいるとかその辺の状況というのは
やはりお話ししているときに咳をされることはありましたが、特に会話に支障があるような状態ではありませんでした。すいません、3月31日までということなんですけども、その期間というのは医療スタッフの方々とこう相談した上で、これぐらいで復活でき復帰できるだろうという見通しがあってこの期間に設定されたんですけども、そこのですね、病院との知事とのお話というのは詳しくお伺いしておりませんが、治療に必要な十分な期間を見ておられると思います。それで設定をされたんだと思います。はい、3月31日の期間というのは、回復が早まったとかで前倒しで終わるという可能性はあるんですか？もちろんございます。はい、先ほどから福知事は知事からいずれ説明があるとおっしゃられているのは、これは復帰後の話なのか、入院中何らかの形で。いや、これはやはりですね、知事が復帰をされる際に、当然、皆様方を通じた県民の皆様に説明をされると思いますので、その際に、詳しいご説明があろうかと思っております。はい、当初11日までということで、それがさらにまた3月31日まで延びるということは、その入院してからさらに病状がかなり悪化していったという。病状の悪化ということは特にはお伺いをいたしておりません。やはりその胸水がですね、たまる等の症状があって、それが回復しきれないというふうなお話でした。当初11日までという見通しだったので、はい、それがもう1ヶ月半ぐらい、2ヶ月近く伸びる、ということは、入院してからなんか急激な病状の悪化があったのかなというふうに。いや、そういうふうにはお伺いしておりません。やはりその公務に復帰できる状態までの回復がやはり遅いということでございます。今後も九州大学病院の方で治療を続けるようなことになるんでしょうか？そうです。12日にですね、政府がコロナの緊急事態宣言の解除をする見通しというのも報道であるんですが、もしそうなると県として新しいですね、対策をその打ち出すことになるじゃないですか。そういうかなりの県民の生活に大きな影響を及ぼすものをですね、その職務代理者でやらざるを得ない今の状況について、先ほど来申し上げておりますように、今お話しございましたコロナ対策、それだけではございません。県政の課題さまざまございます。こういったことについて法律にのっとって私が職務代理者の任に当たるわけでございますので、責任を持って、このことに当たらせていただきたいと思っております。すいません、最初に、はい、公務復帰を15日の予定から延期すること自体、これを最終的に決めたのはいつなんでしょうか？本日でございます。今日、はい、今日の、いつ頃ですか？本日の午前中です。午前中です。はい、先ほど来おっしゃっているように、そこで知事とお話をされることで決めたということですか？知事の方からそういうふうにしたいというお話を受けたまりました。これは病院医療スタッフの皆さんとも知事がお話をされた上で最終的にご判断をされたというふうに思っております。服部知事ご自身にお考えを伺いたいんですけれども、こういう知事が不在の状態というのが、当初予定したより長引いてきました。で、3月31日までということですけれども、そこから先もまだ不在の期間が延びる可能性というのももちろんあると思うんですけれども、どれぐらいの長さまでなら許容されるとお考えですか？そういう基準はないと思います。そういうことをもう県政の空白停滞を生まないということは知事も強い思いを持っておられます。我々も共有いたしております。知事は その点も今お話のような
点も含めて的確に判断をされると思います。よろしいでしょうか。すいません、知事とは政策についての話はあったんですか。もちろんこれはですね、当初予算の編成というのはもう昨年からずっと各部と知事との協議も行っておりますし、また私の方からも必要に応じて入院後も電話等を用いてですね、ポイントポイント知事のお考えも伺いながら進めてきておりますので、そういう意味では今おっしゃったように政策についての協議は進めてまいっております。今おっしゃった金銭プラス経済を生まないために知事も強く持っていらっしゃるということなんですけども、これは例えばその4月までにもし回復しなかったら知事はそのご引退というのもそのために持っていらっしゃる、そういう意味合いですか。それは知事が考えられることなんで、私が今とやかく申し上げることではないと。12日に福岡県宣言解除の検討として入っているというところが出ているんですが、その実際に感染が入った場合、どういった動きをされるんでしょうか。すみません、知事の発表なので、コロナの関係、臨時会見なので、ちょっと控えしてください。よろしいですか。ありがとうございました。ではよろしくお願いします。